はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V 続きをやっていきたいと思います。部隊が合流したので、またいろいろ強化パーツとかを付け替えました。で、今回もう強化パーツめっちゃ多いっすね。なんかかなり余る感じになっているんですけれども、まあなかなか珍しいかな、強化パーツがあり余るっていうのは。まああり余るってほど余ってはないですけど、じゃあ第46話次へ進んでいきましょう。ボス粒子反応、あ、そっか、ここで合流するのか。まだ合流してなかったのかい。ジャンプ成功。そんなにすごいの、聖夜さんと真田副長って。タランチュラ星雲突破のための作戦会議、大マゼラン銀河の難所、サレザー構成系があるのか。ちょっとさ、宇宙全体のマップを出してほしいよねもうどうなってんだっていう。あ、情報交換会か。ま、これは言っておきましょう。向こうで何があったのか。まあ情報はね、収集しておいた方がいいからね。てかみんな格納庫に集まってんの？なんて星だっけ。ウラノメトリア星雲の惑星フェルディナ。ダメだ、覚えられん。アクトのオンパレードだね。カナメさんを探知すること。ああ、ボソントランスミッターと同じようなシステム。彼女に憑依していたソフィア。まあ、何度奪われようとって言ってもさ、ピーチ姫とクッパほどじゃないでしょあいつは何回やり取りしてるんだっていう。カリーニン少佐はもう亡くなられてしまったか。エグゼムの魔のオーラってなんだそりゃ。恐ろしげな名前。不死身ともいえる回復力。イノセントウェーブだって。あ、人間なら誰でも持ってる精神波。イノセントウェーブには魔のオーラを払う力がある。あ、そうなんだ、九死に一生を得たんだ。まあ、奇跡なんて別にさ、何回も起こしてるよね。あれ、お前もいたの。DG 同盟って見るとさ、なんかどうしてもなんかデビルガンダムをさ思い浮かべちゃうんすよね。インチキ侍
来るものは拒まずっていうことかな。宇宙に捨てちゃえばよかったとか。この二人は特に役には立たなかったかなって。サリーちゃんの監視のもとって、エグゼブとミケーネが壊滅した、エンブリオとレナードが残ってる、インベーダーがヤマトを狙っている、ハヤトから説明がある、航空隊ブリーフィングルーム、インベーダーはゲッター船によって進化した生物、さらなる力を求めている、ヤマトの波動エンジンを奪おうとしていると、波動エンジンの技術を持つ星イスカンダル、インベーダーより先にイスカンダルにたどり着くって絶対インベーダーの方が早そうだよね。みんなも聞いてくれ、タランチュラ星雲は濃密な航空星雲。全然わからん。七星星団、現在地でもコスモレーダーに支障が出始めている、ワープで回避はできないのか、全体領域が広すぎる、迂回コースは検討しているが、迂回しないということか、裏をつくということね。ここは俺の腕の見せ所だ。インベーダーもガミラスも驚くでしょうね。インベーダーは別に驚かないと思うんだけど。何を言っているんだ。マジパワハラだこいつら。こんなん職場で起こったらマジパワハラだよ。さすがいい上司だ沖田艦長。解析結果は大丈夫だと言っているみたい。
第46話、宇宙の狼。めちゃくちゃ展開してるな。難所と名高い七星星だ。読まれてるじゃん完全に。ザルツ人が投入される。さすがだな。なでしこは出すでしょ。ゲッターを出すか。そうするとこれでいこうで、20機かだいぶいるね。とりあえず上から出してってみる。ちょっとマリーダはお留守番にして、サバーニもちょっと一回置いとこう。あとはグレートマイトガイン、ブラックサレナ、シンゲッター、マジンガー、エンペラー、レイバテイン、エヴァンゲリオン、ビルキスが外れるね。どうしようかな。そうするとキンケドゥ1回外す。エヴァのビルキス、よしこれでいくか。空間ゲートで戦ったあの男。ヤマトは俺がいただく。敵戦力4隻の空中母艦を中核としている。進んでいけば大丈夫でしょう。敵母艦を叩くんだ。了解した。4隻の戦艦の撃墜。もうどん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 行こう。まずは加速を唱える。なでしこも加速を唱えて少し展開するか。で、ゲッタードラゴンは豪華加速を持ってんのか。でこいつはゲッターと一緒に行くから合体技とか使えるの。あ、まだ使えないか。あ、使えないね。やはりインベーダーとの決戦あたりで使えるようになるのかな。で、ソウスケはもういきなりめちゃくちゃ溜まってるからな、精神ポイントが。まあ、メタスはどの位置でもいけるように。とりあえずみんな進めるだけ進んでおこう。まあ、ストフリーも別に気にしなくていいからね。マジンがちょっと左に置くか。スーパーロボットは
1体ずつ各館につけよう。上は大荒れだぞ。ハイニ、木を見て指示を出す。次元先行艦 UX01、 各員ターゲットの顔は覚えたな。敵艦に侵入しターゲットを捕獲することにある。この任務にザルツ人の未来がかかっている。綺麗な人ですね、ターゲットは。イスカンダル人、つまり高貴なお方だからな。ふっ、惚れるなよって。写真だけで惚れるのか。物質転送システム、鉄器直上。弾幕薄いぞ、何やってんの。あ、そういえばって何なんだ忘れてたのか。直営をつけよう。一ターン目ではまだ戦闘にはならないかな。あ、あのカモ来るんだ。あ、こいつらがいるか。ポイント稼ぎをしないとね、ポイント稼ぎを。ヤマト。パルスレーザーで9600とか、どういうこった。無駄だよ、無駄。カウントがどんどん上がってくね。木は訪れた。バーレンを出せ。フルバケツを飛ばす気分。突っ込んでくるね。プレゼントだ、受け取れ。何が起きた。ああ、不発弾。老兵は猿のみ。ああ、爆発した。見事な散り際だったぞ、バーレン。ヤマトの出力が低下していく。伝送系がやられている。電子機器のトラブル。
入ってったね。あ、空間で待機。あ、動けるだけ動いといてよかったな。まあ、山とかそうそう落ちることはないからね。さて、じゃあもう動けないって言うんだったらしょうがない。ここでフォーメーションを組むしかないな。アキトは反撃が強いから前面に出そう。で、シンジ君はここら辺でいいか。フィンファンネル射程長。マジンがここら辺にして、グラビティブラストで一匹倒しとくか。グレートマイトが今ここら辺でいいでしょう。こいつちょっと射程が短いからね。ここにいて援護が取れる位置にいよう。でダブルゼータ、なんだかんだでな、ダブルゼータあんまりマップ兵器撃ってないからな。そうか、このゲッターはあれだ、指揮範囲がないんだ。まあ、しょうがない、ゲッターとはそういうものだ。つかまだエースになってねえし。ファンネルミサイルで倒して、まあ、ユニコーン、おーっとっとっと、分離しとこう。もういいや、射程が長い方がいいからね。こんな感じでいいかな。あとは攻撃できるやつ、村雨でいいか。勇気覚えた。攻撃は大丈夫か。12、こいつが狙えるな。この陣形だとさ、ここら辺からもし敵が出てきたらさ、なんかメタすね、めった打ちだよね。なんか怖いな。これ戦艦の中に入ってても精神コマンド使える系かな。そこら辺がね、作品によって違うからね。あれってかさ、これさ、エヴァンゲリオン初号機じゃん、よく見たら。エヴァ13号機じゃないんだけど。全然気づかなかった。すげえな。戦艦を一撃で破壊するか。エヴァ初号機強化パッツ何もつけてないや。一回一回乗せ替えをしないといけなかったんだな。狙ってくるね、射程が長い。あそこら辺になんかマップ兵器を打ち込みたい気がするけど、
どうだろうな、スーパードラグーン、おこれいいね、これで、もう多分結構倒せるからフェアリーブリスを使おう。で魂も使っちゃおう。いけ、よし前期倒した。でこいつは1万2000届かないよねちょくちょく削るしかないか。あ、アブノが届くわこれ絶対。ハンデルの射程とか異常なんだけど。でこいつはこいつで陽電子砲があるから、うわー大丈夫かなこれ。 AT フィールド突き破られそうな気もするけど、やるしかない。ガー突き破られたか。回復しよう。そう初号機が落ちると厄介だからな。装填違法、あーまあなんかいい感じだな。と打っとくか。熱血的なもの愛しかないか。まあいいや使おう。思いたね、僕にも協力してよね。もちろん私にもね。アーリー君、装填違法発射スタンバイ。ついになでしこの秘密兵器の牙を剥く。装填違法発射してください。倒せない。ちょっと NTD は待とう。覚醒がかかるからね使うと。でゲッターよゲッター、気力を上げていかないといけないから、ゲッタービームでいいでしょう。ライザーソードがいける。エネルギーすっげーあんなこいつ。マジンガーもマジンガーで上げないといけないからね。そういえばキリュク上げが結構大変だな。ショックカノン、こいつはそろそろ倒せそうだな。黒曜、ハイメガのフルパワー。お、これは倒したかな。あとは頼みます。ブラックホールキャノンでこいつを落とすのか。もったいないな。あと撃てるやついる？もうさすがにいないよね。おお、ワープアウト。回避しかできないか。あそこも塊だな。てかさ出てきたところでさただのヤマトのレベル上げに付き合ってもらうだけになるんだけど。
装填法をちょっと見てみよう。いい感じにいるね。もうただ愛が使えない。期待。おっ、ファ。あれもしやこいつだけ。そうか、サブパイロットは無理か。じゃあせめてスマッシュヒットを打って、装填法で減らすか。敵は射程内にいるようですね。包囲される前に撃破しちゃおっか。装填法を使用します。はい、味方機は退避を急いでください。装填法最大出力で発射。よしよしよし、いい感じだ。ダブルゼータ、ハイメガ、射程がない誰も入らないんだ。じゃあマイクロミサイルも全然だしな。2回使えるね。経験値を上げていこう。こいつはまだ無理か。努力的なの。何？前と努力がない。努力をしない人間なのかこいつは。てかゲッターよ、ゲッター。ゲッターはそもそも撃墜数を稼がないといけないからね。NTD でマグナム。これは倒し使おう。1回。誰だ？トランザムライザーソード。おお、こいつ大射程だな。覚醒45。魂一回唱えよう。わりかし精神ポイント余裕があるね。でね、主人公機何気に射程が短いんだな。まあ一応スーパー系だからしょうがないといえばしょうがない。こいつも覚醒があるのか。希望を唱えたいから、でこれで倒す。さらばのバーガー。あれ、あいつは爆発しなかったね。噛むのがいけるね。パネル、他はさすがに無理だよな。近づくのを待とう。え、そうか、こっから狙ってくるんだった。パルスレーザーってなんだ？弾数か？エネルギーか？どっちだ？もはやどっちだっていいんだけどさ。じゃあこいつが来るのを待たなきゃいけない。ショックカノンでいいか。どうする？溜まってるから溜まって使おう。で、祝福。あー、ルリちゃんしか祝福が使えない。もちろん、俺もここまでか。止める、万歳。こいつは射程がどれくらいあるかだよな。3から9か。これ思ったんだけどさ、これ永遠に稼げるんじゃん
3体ずつだけど。1匹残してさ、ゲッターで倒そう。撃墜数稼ぎで、撃墜数稼ぎ、そして気力も上がるみたいな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ここ、どうやって印つけるの、こうか、1、ちょっともう一回、1、2、3、4、5、6、7、8、9で、こうの、こうの、こうだから大丈夫だな。じゃあゲッターで倒そうっと。49。でこいつは残しておいて、でゲッターで倒そう。よし、50機、130以上で、SP プラス10か、45000。アムロ3機をかけて、まあ、頻繁ではいいかな、とりあえず援護攻撃入るね。こいつ戦ったことあったっけ。他人を見下すことしかできないものなどに当ててみせる、インファンヌル。これで先日ラミラスの艦隊は敗れてきた。ここで食らい尽くす。全火力を目標に集中させろ。見える、当ててみせる、インファンヌル。これで環境の火力を持つ機動兵器ということか。強いね。狙えるやつを狙ってこう。こいつまた ST フィールド破られそうだな。おお。メタス結構活躍だな、そう考えると。装填砲でいこう。刹那はそうだよね、 SP プラス5があるからね。さらに魂をかけつこう。あ、そうか、あれ祝福、あ、ルリちゃん、え。これ動いてても使えんの。だいぶゆるゆるになったな。じゃあさらばだ。そこまで人類を支配したいのか。戦場の敵を一掃する。トランザル、このまま切り裂く。わざわざここでも、いや全然沈まんよ。波動砲制御室、次元進化、このままではいずれ爆発します。準備完了しました。おそらくこれはもともとは兵器ではなく岩盤を掘り進むドリル。
ドリルを逆回転させます。バーレン命がけの作戦が。侵入者ヤマト格納庫ターゲットは確保した。お前は先に行け。森専務長を人質にしています。ターゲットを間違えたな。ディアナ様状態だな。ターン上へのコバンザメを回収。意地と誇りに敬意を表する。猟犬と呼ばれた男、ボルフ・クラーケン。それはもう敵にも分からんよ。自分は戦術長です。仕事熱心だね。距離8000、未確認機。おお、インベーダー。ガミダスの第2波が来る可能性もある。個体下ろした方がいいんじゃん、やっぱり戦術長から。
メタスがここにいるね。こいつも前に出そう。あ、そっかそっかそっか。こいつも分離しないといけないんだよね。めんどくさいことに。ランダストライク。射程が短い。9800は無理だな。全然無理だわ。あ、ただインベーダーはね、大したあれじゃないから。ガミラスの第2波がどっから出てくるかだよな。高主力ビーム、射程が1上がるんだ。とりあえずこのフォーメーションでいこう。お、ちょっと待って。ガミラスの帰還、すでに友軍は全滅していたか。あれ、お前こっちに乗り換えたの？ガミラス、銀河方面作戦司令官エルクドメル。おお、すげえな、男だな。え、あっちに行かないよね。あっちに行ったらもうちょっと対処できねえぞ。お金はちょっとでも欲しいかな。みんなこっちに来た。ん、向こうに行ったのがいるね。これはもう突っ込んでいこう。装填砲がね、意外にいいんだよね。って言って1体しか入らない。ではではでは、愛を使って突っ込ませよう。2万は無理だな。これも無理か。早速一番奥のやつに突っ込もう。ラムダストライク。これで加速はあるか。いくつ ?3400 まで減ってるから、まあ普通に倒せるな。グレートマイトガイン、勇気、ダブル動輪剣、これちょっと見たことない。怪物め、ここから先には進ませはしないぞ。やるぞガイン、これで決着をつけるんだ。全ての力を出し切る。マイトさんに届いて、私の思い。
ありがとう、シャリ。確かに受け取った。ドーリンケン。了解、ドーリンケン。必殺の一撃、受けてみろ。二刀一陣だね。天空中心剣奥義、二刀一陣。突撃魂。で、マルチアクションも備えよう。突撃とか言いなかったわ。倒せる敵から叩く。これで決める。え、この後さ、戦いが待ってるとかあんのかな。1万7000かめちゃくちゃ移動力があるな。容赦はせん、強すぎだろこいつ。メタスとかどう ?2700 でいけそうじゃない。頑張れパン。全然ダメだ。弱すぎる。あと1匹いけるか。トランザム、適正生物の全滅を確認。ならば来るか。去ってった。あ、第2陣も到着しました。雌雄を決する時が来たか。攻撃目標、敵機関。じゃあヤマトを中心に、こいつらがね全然元気だからね。よし、ここで迎え撃とう。それなりの数が出てきたな。ただ来るか、こいつも。え、そう、ん、交番付近。作戦名、黒百合。おお、物転送機大破。
作戦の成功を確認。ゲッター、ゲッタービーム一体か。背面が3体入るけど、こっちも3人が犠牲になるね。撃ち唱えて、直感唱えよう。で、ひらめきかけて、魂かけて、自力で幸運かけて、スマッシュヒットかけて、背面が。それなりに食らったな。もう一旦待ちだね。これはすげえ。めちゃ届くな。減らせるときに減らす。戦か、強いな。硬いマジで。もうこの援護攻撃が、援護防御がどうし。あー届かないか。じゃあ一応ここら辺に置いて、ここにアキト君を置いて、一応婦人だけは作っとくか。この二人で置いとこう。74%。 当たりさえしなければって。お前は一回やられてるからな。おお、かわした。さてこれまたあれいけるんじゃん。送電砲いい位置だね。システム掌握かけよう。よし、愛が使える。で、スマッシュビットにかけよう。エクストローダーなんかある？なんとなく。ここは想定員砲を使います。ついになでしこの秘密兵器が牙を抜く。想定員砲発射。ようやく68か。ここでだいぶ稼いだと思ったんだけどな。グレートエースの道はまだ遠いか。容赦はしない。っていうかもう何も考えてないだけなんだけどさ。強っ。何もんだアムロとか。あとはこいつだけか。すべての火力を集中させる。熱血
覚醒のパターンでいこう。でこれ直感あるのがいいね。取り囲もう。めっちゃ強いでしょ。32,000。希望パ。どうする？マジンガーとか。エンペラーソード。いや硬くなってきたな。ここに来てやっぱり硬くなってきたよ。ひらめき必中。でいけんじゃないか。魂かつ、ダイレクトアタックとスマッシュヒット両方使う。これさ、愛使うとどうなんの？まあ、いいや、祝福かけて。あれがない。いや、応援がなかったから。さて、これで終わりだ。敵なれの。どこか通ずるところがある男だ。敵の旬を突く。第一戦族ようそろう。波動砲に監視点検。打ち方はじめ。打ち方はじめ。両面増速黒二重。増速黒二重。最後の最後に爪を誤った。10万持ってた。鋼の魂、さすがダドメル。直ちに罹患。心から敬意を表する。君たちテロンと我がガミラスに栄光と祝福あれ。さらわだ、止める指令。
被害報告。消息不明、伊藤君とヤブ。大和展望室。地球とは関係ない。イスカンダルとガミラスの間、お姉様の許可が必要。マップ兵器で敵を5機以上撃破、ハイパージェネレーター購入可能。じゃあまたファクトリーを覗きましょう。ようやくか。愛とは何なのですか。全てはゲッターの導きだ。さっぱりわかりません。ヤブ一層。一人でも出雲計画を遂行しようとしてた。あ、またハロ売ってる。すごいね。これも売ってるし。どういうこと？とにかく買おう。おすすめ品っておすすめしすぎだろ、これ。ハロもう3つだよ。ガーディアムドライブコーンももう3つあるからね。これすごいっすよね。攻撃力200、運動性20、エネルギー 90% になるって。大セールだな。というところで、じゃあ第46話、これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。